はい、ですね、私は今ね、青森県の奥入瀬町というところにあるイチョウ公園というところに来てるんですけど、実はね、この公園の中にね、なんと自由の女神がね、あるということです。あとなんか日本一の大イチョウっていうのもあるんですね。まあ、どうしようかな。とりあえず自由の女神見ますか。なんか駐車場がここにあるんで、ここ止めましょう。あんまり混んでないですね。ここは公園見たくなっててね、なんかあっちに大きな滑り台とかがあってね、子供さんが遊んでるみたいですね。まあ、誰もマスクも何もしないで遊んでるみたいです。そうやこうやしてるうちにね、あそこにね、どうやら自由の女神が見えてきましたね。あれのことですね。日本一の自由の女神像。日本一の自由の女神像は、町のシンボル、米国のニューヨーク市と同緯度で結ばれていることから、北緯40度40分の4の数字にこだわり、大きさは本家の4分の1。平成2年に作られたそうですね。高さ 20.8 メートル。どこら辺が日本一っていうことなんですかね。ちょっとよくわかりませんけどね。ここだとちょっと遠いんでね、なるべく近くまで見に行きましょう。ここら辺の中通っていくのかな。今日は暖かいからね、結構遊んでる人いっぱいいますね。まあ、いっぱいっつってもこんなもんですけど。ここにはなんか池みたいなのがありますね。鳥も泳いでます。鳥泳いでるっていうか、まあ鳥がね、水辺にいます。この先ですね。なんかね、工事かなんかしてるのかな。なんか足場みたいなの組んでますね。とてもね、ニューヨークのマンハッタンと比べてね、のどかですね。まあ、ニューヨークとね、同じ緯度にあるってことですから、ね、ニューヨークのね、寒さとか気候とかってこんなもんなんでしょうね。今日はすごくね、過ごしやすい日です。ましたね。ここが日本一の自由の女神像です。ちょっと今ね、もうちょっと行ったらお見せします。工事してるのかな。ちゃんと見えるか。はい、どうですか。ちょっとね、足場があったりしてね、いまいちなんですけどね。まあ直下まで来ました。もうちょっと近づいてみますね。あ、下はこんな感じになったんですね。何の工事してんのかな。でも土台の方の工事してんのかな。せっかくのね、自由の女神がなんか足場でちょっといまいちね、外観悪くなっちゃってますね。あ、でもね、真下から見ると結構高く感じますね。ビルで言うとね、そうだな、5、6階、7階か8階くらいあるかな。最後じゃあ商売からもう一回ね、見上げてみましょう。
これがね、青森県にある日本一の自由の女神の像でした。ありがとうございました。